こんにちは、ちゃんえぬです。今日はこちらの、普通のソックス、いつものソックスを編んでいきます。で、これ編み方はね、私は履き口から編んでいっているんですけど、以前あげたプリーツタックソックスのこのヒールフラップから下の部分ですね、つま先まで、この部分は全く編み方が一緒で、この履き口だけねリブ編みにして、で、かかとから上の部分、レッグの部分をちょっと長めにしているだけなので、編み方自体はこの履き口が違うだけで、以前編げたプリーツタックソックスの編み方動画を見れば編んでいけます。なんですけど、一応ね、この普通のオーソドックスなソックスのパターンも文章パターンにしておきたいなと思ったので、今回書いてみました。で、文章パターンに馴染みがない方もね、いらっしゃると思うので、手に取ってもらいやすいように、今回ね、このいつもの靴下のパターン110円にしてみたので、この機会にね、ぜひ文章パターン購入して、見ながらね、編んでみてください。で、まあもちろんね、動画で編み方を知れる方が助かるっていう方もいらっしゃると思うので、まあそういう方はね、履き口の編み方だけ今回の動画を見て、で、ヒールフラップから下の部分はこのプリーツタックソックスの編み方動画から見ながら編んでいってもらえればなと思います。で、サイズ展開がね、3サイズあるので、お好きなサイズで編んでいってみてください。サイズの詳細とか、あとこのパターンのね、販売先とか、その辺は概要欄にまとめて記載しておくので、そこから見てみてください。で、今回使っている糸がこちらのオパールケイトのね、ゴッホシリーズの色番が5430です。この絵画モチーフの糸ですね。で、糸の購入先とかもね、概要欄に載せておきます。で、使う針が US1.55、2.5mm の 80cm 輪針です。私は今回リッケのものを使用します。じゃあ、履き口の方編んでいきましょう。はい。で、指でかけていく作り目で、私はサイズ1なので、56目、まず作り目をしていきます。はい。で、56目作り目をしてきたら、この半分のところで目を半分に分けます。半分の目数のところでね、ここからコードを出してマジックループで編んでいくので、まず半分に分ける。で、半分に分けることができたら、糸端が向こう側の針にあることを確認して、で、手前ではなく向こう側の針を出してきて、で、この手前側のね、目から編んでいくんですけど、で、今回のリブ編みは表目をねじり目になるようにして編んでいくので、なので、いつもはね、こう手前からこう針を入れると思うんですけど、ループの向こう側ですねに針を入れて、で、表編みを編んでいきます。はい。で、編めたら一目ゴム編みにしたいので、次は裏編みで、表目は目がねじれるようにしたいので、ループの向こう側に針を入れて表編みで、普通に裏編み、ねじり目で表編み、裏編み、これをね、ぐるっと一周繰り返していきます。で、片側の
針の目が全部編めたら反対側も同じようにねじり目、裏編み、ねじり目、裏編み、これの繰り返しです。はい、で1段編めたら次の段からも同じことの繰り返しで、表目はねじり目、裏目は普通に裏編み。これを繰り返していくと、こんな感じのねリブになるんですけど、こう表目だけねねじり目して編んでいくと、こう目が広がらないので、私はね一目ゴム編みがこっちの方が綺麗に編めるので、リブの部分はねねじって編んでみてます。もしね一目ゴム編みあんまり綺麗に編めないなっていう方はね、ぜひこの編み方でチャレンジしてみてください。でこの一目ゴム編みのゾーンを作り目から数えて全部で16段目まで編んでいきます。でもしくは好きな長さのリブにしてみてください。長めでもね可愛いと思うし、短めがいいよっていう方は短めでね、お好きなようにね長さ調節して編んでいってみてください。はい、リブの部分が16段、もしくは好きな長さ編めたら、次の段からは普通にメリヤス編みで全部表目で、レッグの部分好きな長さまで編んでいきます。で私はだいたいレッグの部分が10センチ編んでおりますが、まあここはお好みなのでね、何センチでも大丈夫なので好きな長さまで編んでいってください。でさっきまでね表目はねじって編んでましたけど、もう次の、レッグの部分からは普通の表編みで、でこのねレッグの部分が好きな長さまで編めたら、その次からはねブリーチタックソックスに出てくるヒールフラップの部分から、同じように編んでいけばいいだけなので、動画を参考にする方はブリーチタックソックスのねヒールフラップの部分から見て、次のねかかとのステップは編んでいってみてください。でまあパターンにはね全工程載っているので、パターンを見れば編めるようにしてあるので、こう動画をいちいち確認するのがちょっと面倒だなっていう方はパターンを見て編んでいってください。はい、で今回私が販売している文章パターンやブリッジタックソックスの動画を見ると、こちらが編めるんですけど、このねかかとの部分とまちの部分の間、ここに穴が開かないようにね準備の段階で操作をするんですけど、その穴が開かないようにする方法の動画と、あとこのつま先のこのメリヤスハギの部分ですね、こちらは個別に動画を作りました。一般公開ではなく限定公開の動画にしていて、私のね動画一覧には表示されないので、この動画の動画概要欄に貼ってあるリンクからか、このチャイナの裏の再生リスト、そちらにまとめています。あとパターンにもね URL は載せておくので、そのどこかからね必要な方は見ながら編んでみてください。でこれから寒くなっていくのでね、手編みの靴下活躍していくと思うので、ぜひ編んでみてください。それではご視聴ありがとうございました。